ああそして、えー、村上何がそしてな、えー、この村上隆弘さんの「アリ語で寝言を言いました」という本大変面白く読みました何、えー、と言うんでしょうか本当に読んで楽しい本ですこれはもう村上さんは本当にアリのオタクというかなんでしょうねお宅の素晴らしいところというのは想像もできないような社会に世界についてですね熱、えー、く語るんですけどそれが本当に想像を超えてる世界で。 でそれを何て言うかどん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 入り込んでいく感じっていうんですかね、えー、しかも探求していく感じ村上さん研究者ですからその探求していく感じっていうのが本当に素晴らしくてであの例えばその日々となってるパナマパナマのですねえそんなのあるんだと思ったんだけどそのパナマ運河の途中にある湖の真ん中に浮かんでいる島があってその島っていうのはその研究者だけの島で。 それであのそこでいろいろフィールドでなんかアリを調べるんですけどそのアリを調べる時のなんて言うんですかねうん村上さんの立ち振る舞いがとっても面白いんですよ。こういう研究生活っていいなっていうだからねまあなんて言うんでしょうかアリの世界のなんかに取り憑かれた人のなんか情熱を持った語りというのが本当に、あのー、素晴らしくてですね えー、僕はあの読み始めて一気に読んでしまいましたそれで、あのーまあ、例によってこのレビューはですね、えー、なんていうんですかネタバレはしないという方針なんで何が具体的に面白いのかっていうのはちょっと読んでいただきたいんですけどそのちょっと抽象化したレベルで僕は非常に感銘を受けたのはありテラも社会性の,あの非常に高い昆虫なんですけども社会性というものの 驚くべき多様性っていうか複雑さといしかもその社会性を支える一個一個の個体っていうんでしょうかまあ働き合いとか情愛とかねその振る舞いとか在り方も本当にいろいろなもん多様性があるんだ可能性があるんだってことを改めて感じさせるとそのこれね人間社会に置き換えるとですよ えーとその我々は社会性というものを、えー、極めてあの、うん、狭く捉えてしまう傾向もあるわけですよ。だ社会のために役立つとかねあるいはそうだな健全な社会とはこういうし社会だとかそういうことです、ね、我々に日本人というか人間はですねあ,のある思い込みを持つことが多いんですけど、えー、とその思い込みから自由になるという意味においてこの、えー、村上隆さんこの方ですね村上隆さんの。 えー、本はとてもいいと思うんです。僕この本の中でね、村上さんがその日本に住んでもいないアリについてなんで研究するのかってことを言われるというふうに聞かれると言うんですけど、そういうこと聞かれるって言うんですけど、いやいやいやそういう質問する人ってはっきり言ってバカですよね。俺はそれはそれはバカって言っていいと思うんですよ。あの村上さんこの中でね気使われてそのいやヒアリとか最近入ってきちゃってるしそういう時になんか我々がヒアリのね対策なんかにも。 あの役に立つんですよってこと言われてるんですけどまあそれはえ村上さん僕立派だと思うんですよ。ただはっきり言とそういうこと言うやつってバカだと思うわけですよ。さあ俺はっきり村上さんの代わりに言,言いますがバカですよ。その社会性ということの成り立ちを科学的サイエンティフィックに解き明かすということが全てなんだと僕は思う,思うあの人間の知的な好奇心としてでその中でその社会性ってこんなに。 複雑で多様なんだとしかも多くのソリューションがあるんだということを知ること自体がその社会性ということのあのなんていうか理解を進めるわけでそれはサイエンティフィックには科学的には極めてエキサイティングで重要な研究テーマだと僕は思う,思うんです。でそそそののこにもちろんその えと環境との関係だとか人間と,その、えー、と自然の共生とかいろんなモチーフ入ってくるんですけどそのアリという非常になんていうか興味深い生き物たちが実際にどのようにしてその生活を成り立せているのかというその理解をするということに僕は尽きるっていう思,思うんですよ。でやっぱりこの本はそういう意味で言うと本当に。 えー、素晴らしい第9の本なのでぜひあのそういう視点で読んでいただきたいなと。であのおそらくですね、えー、この本を日本のメディアの中で紹介しようとすると、えー、なんだろういろいろそういうなんかヒヤリ対策がどの子とかそういうとこから入っていかないとなかなかテレビとかそういうとこは取り上げないという情けない現状があるんですけど。 これがもしイギリスでデイビッド・アテンボですよ、ね、僕はだっんなこれあの村上さんがいらっしゃるとこ九州大学で九州大学ってやっぱりこういう昆虫学とかその、うん、そうう生態学の研究の一大拠点なんですよ世界的な一大拠点なんで、えっと、その意義というのは僕は大いにあの素晴らしいと言い続けたいですしこの村上さんの本は本当にそういう意味においては。 分かる人には分かると思いますあのあこれは素晴らしいサイエンティフィックな意味合いのある本なんだなっていう研究分野なんだなってことは分かる人には分かると思うんでそういう人を広げていきたいなとでやっぱりそういう視点を持つためにもやっぱりこの本ぜひ読んでいただきたいなと面白いです <laughs> 面白いですあの村上さん本当に素晴らしい本を書いていただいてありがとうございましたえー、でこの「アリ語で寝言を言いました」っていうここはですね読んでいただくと分かるんですけど村上さんが今取り組んでるある極めて重要な えー、研究分野と関係するんですよこれについてはおそらくこれから村上さんたくさん重要な論文を書いていかれると思うんですけどなぜアりゴで寝言を言ったのでしょうかその秘密は答えはこの本に書いてあります読んだ方がいいっす、えー、不走者から本体900円プラス税ですこれはその価値があります読みましょう <laughs>